さて今回はですね、王の画家にして画家の王と言われております17世紀バロック期の画家ルーベンスについてやっていきたいと思っております。このルーベンス、いや名前はねあんまり聞いたことないよっていう人もいるかもしれません。ですが、皆さん代表作どこかで見たことある人多いんじゃないでしょうか。代表作キリストの昇華を今回お話をするんですけれども、このキリストの昇華、実はフランダースの犬の最終回に登場する絵画作品になります。フランダースの犬はね、最終回でネロが力尽きて、でパトラッシュ僕も疲れたよって言って、亡くなってしまうんですけれども、その最後の最後に、見た、キリストの、絵画作品、これを描いたのが、ルーベンス、今回ご紹介するルーベンスになっていきます。ということで、あのフランダースのあの絵ということで覚えていただけると嬉しいです。さてじゃあやっていきましょう。1577年、活躍したのは17世紀になりますね。17世紀といったら、芸術の分野ではバロック期という分野にあたります。まあ、バロック期どちらかというとね、音楽史、まあ、音楽の授業で聞いたことあるかなっていうふうに思う方もいるかもしれません。バロック期っていうのは、まあね、あの音楽の方を想像していただけるとわかるんですけど、かなりねクラシックとか、そういうところが発展してきた時代になりました。それでですね、オペラとかっていうところも出てきたので、本当に、この頃の絵画作品っていうのはすごくドラマチックな、演出がかかったような、作品が並んでいるというのがこの時代の特徴になります。そんな中で、画家の王とされましたルーベンスというのは、かなりね腕も立ちますし、このバロック期を象徴するようなそういう特徴を抑えている、そんな画家になります。まあ、ものすごくざっくりと美術史をさらっていくと、15世紀ぐらいからルネサンス、世紀ルネサンスですね。そして16世紀にちょっとマニエリズムっていう、最近は注目をされている様式になっているんですが、ちょっと前まではこのマニエリズムっていうのはちょっとマンネリ化してるよね、様式化しているよねという意味で、様式化マニエリズムっていう風に時代をくくっておりました。でそのマニエリズムが終わってからの17世紀バロック期になります。まあ、音楽が発展していって、劇場ができてっていうところから、光影っていうのがすごくコントラストがバチバチになっている、演出がかったような人の表情っていうのもすごく演技をしているような表情になっていく、その後の時代、その要するにバロック期が終わった後の時代っていうのは、例えばロココ様式、今で言うと、ディズニーランドの世界観のようなすごくメルヘンな感じですよね。ロココ様式は、97回でフラゴナールを取り上げましたかね、とか、あとはそのロココ様式が終わった後は、まあ、19世紀印象派が出てきますとか、ウィーン分離派が出てきますとか、その後、ピカソとかね、キュビズム出てきます。もういろいろ出てくるっていう時代になっていきます。ですがこのバロック期以前は、まあなんとなくこの時代といったらこういう様式だよねっていうのがなんとなく合致してくる時代になります。なのでこのルーベンスというのはこのバロック期の、まあ、象徴的な画家であると同時に、この時代まとまっていますので、ものすごくね、あの海外からも評価されるような、そういう人物になっていきます。ちょっとね若い頃からさらっていきましょう。ルーベンスはですね、お父さんが面白いんですよ。お父さんの時代、1577年にルーベンスが生まれたので、その一昔前っていうのは、アントウェルペンっていうのは、スペイン、ハプスブルク家がスペインに分割してやってくる時代だったんですね。なので、そのお父さんがいた土地が、スペイン領になっていくっていうタイミングになります。で、まあそれが何が悪いんじゃっていうと、宗教の問題がありました。お父さんはプロテスタントの人だったんですって。なんですけど、そのスペイン領でハプスブルク家がやってきた時に宗教がカトリックになっていったと。
でその後に、異端審問官を設置したりとかしてかなりね、他の宗教っていうのを弾圧していった。なのでプロテスタントであったお父さんはその住んでいた土地になかなか居づらくなってしまったんですね。なので、ケルンに引っ越します。でケルンに引っ越して、でそこでまあね細々と暮らしたわけではなくって、オランダの総監の、オランエコー、ウェルム1世の2番目の妃であるアンナさんの法律顧問、お父さんね法律家だったのでね、まあ、かなりエリートですよね。でその妃の、法律顧問になって、でさらに愛人になっていると。あ、ね、お父さんやりよるんですよ。エリートやりよるですね。でなんやかんやあって、あの一回捕まっちゃうんですけれども、まあ、釈放されまして、でその後に生まれたのがルーベンスになります。ということでね、だいぶあのエリートなお父さんのもとに生まれましたルーベンス、まあ、かなりね後に博学になっていくんですけども、まあ、画家であるしかなり教養もあったと。で後にね外交官になったり、すごい多くの言語を堪能に扱うようになっていくっていうところなので、この親あってこの子ありっていう感じなのかな。でまあ、ケルンで生まれるんですけれども、ルーベンスは10歳の頃にそのお父さんが亡くなってしまいます。でそれがきっかけでアントワープに戻るんですね。で13歳で、女性貴族の小姓として働くんですけれども、間もなく、暇をいただいて、そこで画家の修行を始めます。なので、キャリアがスタートする、勉強を始めるっていうのは13歳の頃ですね。今でこそ二流画家と言われているんですけれども、当時はすごい高い評価を得ていた画家の下で修行を始めることになります。すごくその当時の教養人から古代芸術とかルネサンスとかっていうのを学び、で腕も磨いていくというようなルーベンスのキャリアのスタートになってまいります。でそんなルーベンスですけれども、大きな転機が現れることとなります。そのアントウェルペンの画家のギルドでマスター認定を受けるんですけれども、21歳の頃に。なので地元では、名の知れた画家というところに成長していきますルーベンスが。でその後、1600年にイタリアに行くんですね。イタリアっていうのはね、その当時ももう文化的には中心地でありましたから、かなりね刺激的な移住になったんじゃないかなと思います。まあそのイタリアが、かなりね盛んだったっていうところも一つ理由としてあるんですけれども、その時代のアントワープ、まあ、アントウェルペンが、どういうタイミングだったかっていうところを見ると、この時代22歳でイタリアに行くルーベンスがどういう心境で、目の当たりにしていった文化を目の当たりにしていったのかなっていうところがわかるかと思います。この時代アントワープ、ルーベンスがいた頃っていうのはすごい大変な時代だったんですね。1576年、ルーベンスが生まれる一つ前かなに、スペイン軍の兵士がちょっと暴動を起こしてしまって、そのがきっかけで、かなりね殺戮とか、破壊とかっていうのが、繰り広げられていた時代だったみたいです。でねかなりね廃屋になってしまっていたりとか、すごくね大変な時期だったんですよ。で一回ルーベンスはこのアントワープを離れてイタリアに行くんですけれども、その後また戻ってくるんですね。で戻ってきた頃にすごくね力強く復興して、もう文化の中心地となるっていうのがこの土地アントワープになります。とはいえその一回ルーベンスがイタリアに行った頃っていうのはもう本当に劇的な変化だったと思うんですよね。それまでの地元の、アントワープの景色からフィレンツェやベネツィアに行ったりとか、ローマで、滞在をしていくんですけど、拠点としてはもうそこでね、古代の彫刻とかミケランジェロとかラファエロのフレスコ画っていうのを目の当たりにしてものすごく感動したと思います。それまでのアントワープで、勉強したっていうのはどちらかというと教養の方でしたよね。確かに技術もやるし、知識を得ていましたけど、もうここのイタリアで目の当たりにすると、でこっ
ここで見てきたもの、感じてきたものっていうのは後のルーベンスの作品にかなり影響していきます。ルーベンスの作品っていうのは、独特のね、温かみ、ルーベンスの温かみらしさっていうのも出てくるんですけども、それ以上に、後に、アントワープに戻った時にイタリアで勉強してきたこと、イタリアで目の当たりにしてめちゃめちゃ模写してきたことっていうのが生きてくるんですよ、すごいですよね。でここで8年間、イタリアで活動をしていきます。で、アントワープに戻るきっかけになるのは、母親の危篤の知らせを受けて、戻ることになります。で一時滞在の予定だったんですけれども、そのままアントワープに、行って、でそこで、キャリアを積んでいくことになります。その後ね、翌年になるかな、宮廷画家になりまして、でその後結婚をして3人の子供に恵まれます。もうね、ルーベンスの特徴、成人してからの特徴っていうのは、もう絵に描いたような幸せの人生を送っている画家なんですね。有名な画家、現代にも残るような画家で、そんなにいないんですよね。もう絵に描いたような幸せな人生を送っている画家っていうのは、どっちかっていうと波乱万丈な人の方が目立つし多いんですけれども、でこの3人の子供にも恵まれて、でマイホームも建てます。大邸宅を建てるんですけどもね。でイタリアでの、美術品を飾って、そこにね、いろんな人を招き入れたりだとか、あとはお弟子さんも100人近くいたみたい でかなり、技術も教えたりとかしてね、やっていたみたいです。もうお弟子さん抱えきれないほどね来るらしいんですけれどもね、弟子になりたいっていう人がね。晩年は、奥さんの方が先に、後を絶たれてしまうので、5歳を持つことになるんですけれども、その5歳ともねすごく、幸せに暮らすんですよね。でそこでも5人の、子供に恵まれたりとかして、もう本当に、こんな人いる？宮廷画家ですよ。でめちゃめちゃいい時代、ノリに乗ったバロック期っていう時代に、活躍した最大級の画家であって、かなり幸せな人生、もう画家としても成功していますし、外交官としても成功しているっていうね、そんな、ルーベンスでした。そして2つ目は代表作ピックアップとして、今回はキリスト商家をご紹介していきます。あのフランダースの最後のシーンですね。あの三面鏡のような、三連祭壇画と呼ばれるんですけれども、ちょっと観音開きになっていて、中央の画と、両サイドにある右と左にある、作品っていうのを、三面で描かれている作品になります。実は閉じても絵が描かれているはずなので、実際には5面あるのかなっていうことになります。時代は1610年から11年の作品ということなので、ルーベンスどの時代だったかというと、お母さんの危篤の知らせでアントワープに戻ってきた、でその後に、宮廷画家になります。その後ですね、もうノリに乗った時代でございます。もう順風満帆の生活に突入していく時代ですね。ルーベンス自体もこのキリスト商家が自身初の大仕事になっていきます。シーンとしてはキリストの宅邸、キリストが貼り付けをされてしまうシーンがあるんですね、聖書の中に。もともとねユダヤ教から袂を分かつ意味で、キリスト教が発展していくんですけれども、それでユダヤの人からすると反逆者扱いされてしまうんですね。で、その当時の、一番残虐残忍な、刑であった貼り付けっていう方法で、このイエスキリストを、貼り付けにする刑をのそのシーンを描かれております。手足を十字架にこう釘で打たれてしまってね、でそこの自分の自重でその貼り付けに耐えられなくって、亡くなってしまうっていうやり方なので、かなり時間をかけてじわじわと、痛めつけるっていう刑になります。で、たまにあるんですけど、イエス様が、右脇腹にちょっと傷
怪我をしていてちょっと血が出ているっていうキリストの卓形がねよく多くあるんですけれども、でそれは、この人本当に亡くなったかなっていうのを確かめるために、ロンギヌスっていう人がこう槍でちょんちょんってやって、でこう傷つけてなんかこの人反応するかなっていうのを確かめるために、ここのね右脇腹っていうのがこう切れているっていうシーンがあるんですね。でこれがキリストの卓形っていうよく、宗教絵画ではあるあるな、題になります。で今回のキリスト昇華っていうのは、このキリストの卓形今から貼り付けしますっていう瞬間のもう今から十字架を垂直に立てようとしているところ、そのシーンを描いている作品になります。もうねもう何人もの大人が、貼り付けで釘で打たれているキリストの十字架をこう一生懸命よいしょよいしょってこう立てようとしているシーンになっていて、で両側にはそれをね、嘆き悲しんでいる人の、描写だとか、あとはね右側、向かって右側の方には馬がめちゃめちゃ綺麗なんですよね。もうクリクリっとした目のつぶらな馬が描かれていたりするんですね。でそういう作品になります。でこれはアントワープで描かれているんですけど、ルーベンスがイタリアで学んできたものっていうものもうそのルネサンス時代前世紀の、芸術作品っていうものを触れてきた、でめちゃめちゃ描写したっていうのがもう凝縮されたような作品になっていきます。でさらにこの時代、バロック時代ですから、その描写力、劇的な演出力ですね、ものすごい演出かかっているんですよ。だってキリストの卓形を十字架にされて今こうキリストが亡くなりますみたいなこうシーンがたくさん描かれていた中で、キリストの昇華でその直前、キリスト今から、貼り付けにされますっていうところのシーンを描いている、もうその次の瞬間の、場面っていうのも想像できますし、あとは背景もすごい黒くしてあるんですね。まあ、これはバロックの特徴ではあるんですけれども、すごく演出がかったような表情をしているとかっていうところが見て魅力的かなと思います。ぜひねアントワープ行く機会がございましたら、ぜひね生で見てください。私も見たいです。はい、ありがとうございました。今回の配信は2020年9月24日第115回パトラッシュ僕もう疲れたよの回から抜粋してきました、ピーテル・パウル・ルーベンスでした。ありがとうございます。なんかねこんなのを見つけまして、じゃん、2018年10月16日からの展示会ルーベンス展ってのがあって、これに行ってた記念のパンフレット、ポスターかリーフレットかなを撮っといてたんですね。いやめっちゃ懐かしいなと思って、この時に見た、マルスとレアシルウェアっていう作品が私はすごく好きだったんですね。でこの副題になっています、王の画家にして画家の王、これがねもうルーベンスのことをね端的に言ってるなっていうイメージでしたね。いやもうまさにそんな感じです。本当に画家の王と言っていいんじゃないでしょうか。この時期のねバロック、ルネサンスの頃にようやく絵画っていうのは、宗教絵画っていうのは人間らしく描こうっていう、方向になっていって、でこのルーベンスの時代にもう成熟してきたんですよ、もう技術技がね。でそこの王様でこのあと、バロックの後っていうのは、まあ、ロココとかもあるんですけど、ちょっとねあの画風とかがブレイクしてしまうんですよ。カメラの登場とか、あとは宗教絵画が宗教の信仰が衰退してしまったりとかしていて、進化の仕方っていうのがガラッと変わってきてしまった。だからこの時代のしかもこのルーベンスの画家の王っていうのがねやっぱり圧巻だなと思って見てました。はい、今回もいかがだったでしょうか。よろしければねチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは。